皆さんこんこにちは本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう香港のドラッグストアで販売されている日本製マスク日本のマスクたくさんあるよ日本のメーカーが中国の工場で作ったものを買って。 ここで売っているんだそう話すのは香港のドラッグストア店員だ。菅義偉官房長官71が来週以降マスク不足が緩和される見通しだと発表したのは2月12日。特に日本のマスクは人気なんです。当然中国で生産されたものが日本に届く前に大陸内で横流しされている。だがこれが不足の一因だとしても マスクは当然日本国内でも生産されている。事実、本市は国内の大手マスク工場にうず高く積まれた製品が毎朝ひっきりなしにトラックに積み込まれ物流拠点に運び込まれる現場を目撃している。それでもなぜマスクは足りないのか。大手ドラッグストアに事情を聞いた。マスクや除菌用アルコール類は入荷の見込みが立たず困っています。 卸業者にいくら発注して納品できないと言われるばかり。仕入れの担当、これまで取引のなかった業者にも声をかけるなど、奔走しているのですが、今はどうしようもないですね。富士薬品広報担当者小売りの現場も頭を抱えている状態。マスクはもともと中国製が8割です。そこが遮断されると、いくら国内で増産したところで、小売りには全く届きません。さらに、 マスクは医療機関が優先されるので、店舗に入荷できても、1日に1店舗あたり20箱程度です。先着順にすると、早朝から行列ができ、結果として密な状態になってしまうため、現在は時間を問わず入荷され、次第店頭に並べるゲリラ販売を行っております。杉薬局を展開する杉ホールディングス広報担当者確かに、 国内でもマスクの増産は進められている。中国の工場をフル稼働させて月に8000万枚を生産し、1000便で日本に運んでいます。宮城県での工場増産、月産6000万枚を目指しています。出荷先はドラッグストアやコンビニ、ホームセンターなどの小売りが中止。それから2ヶ月以上が過ぎた今も東京都内のコンビニやドラッグストアの店頭でマスクを目にすることは できるだけ早く増産体制を整えたい。アイリス大山広報関連記事、埼玉県の民家に、マスク30万枚がのざらし、どこかで配布します。3月27日には、月7億枚の供給がか、と発表、大増産されている、はずのマスクが、なぜこれほど手に入らないのか。原因の一つについて、日本のマスクが国外で買われているからですと話すのは、 香港在住のジャーナリスト、八田総休止49だ。香港ではむしろマスクが余っているんです。中国政府はマスク需給の逼迫に合わせて、日本のメーカーが中国の工場で作らせたマスクの日本への輸出を差し止めているんです。そうしたマスクの一部を香港の業者が買い付けて市場に出回らせている街のドラッグストアでは、 パッケージに日本語が記された日本人向けのマスクが大量に販売されています。発達しはい。2003年に香港が経験した SARS 重症呼吸器症候群の流行があるという。香港は SARS の流行で多くの死者と感染者を出しました。その今回のコロナ流行の最初期から世界中のマスクを買い集めました。1ヶ月もすると供給過剰に陥り、 さながらマスクの万国博覧会状態になりました。その中、